にちは。今回も動画で学校の施設についてお話ししていくよ。今回紹介するのはエイトルームとケアルームだよ。どんな風に選手が使っているのか見てみよう。ケアルームを紹介するよ。ケアルーム内の設備はこんな感じ。お疲れ。いろんな道具が揃っているね。ケアルームがどんなとこなのか学生に聞いてみよう。ストレッチしたり体幹したり、自転車こいだりする場所です。まあ、練習に行くために備える場所ですね。そんな感じです。このように練習に行く前や終わった後にリラックスしたりストレッチしたり体幹をしたりしてます。その他にもトレーナーの先生にマッサージしてもらったりしてます。寝るんじゃねえぞ。これはトレーナー科の学生にマッサージをしてもらってます。いいな。あるよ。次はウェイトルームを紹介するよ。ウェイトルームもしっかりした設備が整っているね。それでは学生の声を聞いてみましょう。このウェイトルームはとてもトレーニング器具が多くて、いろんな人と交流ができる場所です。どのぐらい使ってますか？僕は週3日から4日使っていて、このトレーニングルームを使うようになってから1年生の頃から、まあ、体が大きくなったりフィジカル負けをすることが少なくなりました。よく使う器具は何ですか？よく使う器具は懸垂とバーベルがついてるマシンです。よく懸垂してます。いいね。このウェイトルームは学生はいつでも使えるので体を鍛えたい放題だぞ。おいいね。サッカー専攻科の学生はもちろん、その他学科の学生までみんなが利用することができるので、たくさんの刺激を受けることができますね。今回紹介したのは学校の様子のほんの少し。これからはトレーニングの様子とかも紹介していくぞ。期待していてね。それではこの辺で。